はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校6年生の算数組み合わせ方についてお送りします。で、前回までにね、並べ方の1番、2番をね、見てもらったと思うんだけども、それと似てる問題っていうかね、何が違うのって思う子がほとんどです。これなんだけども、決定的にやり方が違います。すごく似てるんだよ。書くものもまた樹形図書くしね、書くんだけど、1個ね、大きな罠があります。でも、その罠のね、罠に引っかからないようにするためにこの動画撮りますし、それをね、分かりやすく伝える自信もありますので、ぜひね、前回の並べ方とこの組み合わせ方セットで見てもらって、あ、そこが違うからこう違うやり方をすればいいんだっていうのをマスターしてもらえたらと思います。でね、問題はポイントも1個だし、問題も2個しかありません。なので、できそうな子はね、動画をピッてこの辺で止めてチャレンジしてみてください。で、習ってなかったり、あとは自信がない子はね、一度見てもらった後に、後でもう一回やってみてください。いいかな？それじゃあ、俺は解説を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、ポイントからいくよ。ポイントね。で、解き方はですね、さっきも言ったみたいに、並べ方と同じなんです。最初のものを決めるでしょ？で、樹形図を書くんです。ただここです。ただほにゃららに×をつけるのを忘れないでねっていう、これ、まあ、これまた同じ俺の言葉になっちゃいますけど、いくよ。同じ同じ意味のものに×をつけるのを忘れないでねっていう。で、これ何これって思うと思うんだけど、これは問題を解きながら説明をします。そして最後の方にはちょっと裏技的な解き方も教えますので、ぜひね、そこまで見てくださいね。その裏技もね、ゲットしてもらえたら嬉しいと思います。じゃあいくよ。2番、いちご、みかん、りんご、メロンの4つの中から2種類選んで食べますね。どれ選んでもいいらしいですよ、2個ね。まあ俺ならいいでしょう、いきます食べる組み合わせは全部で何通りでしょうかっていう問題。いいね。で、前回の並べ方もそうだったけど、こうやって何個か書いてあってね、並べるとかいろいろあったじゃないですか。でも違うのが、前回までは並べ方はって並び方、並べ方って聞かれたんだけど、ここでは組み合わせはって聞かれます。で、これが問題文の中に入ってればもちろん組み合わせ方になるんだけど、こっちみたいにね、組み合わせがって言葉が入ってないこともあるので、いいかな、自分の力でこの問題は組み合わせ、この問題は並べ方っていうのを見抜けるといいね。で、まずいきます。4つの果物があるので、そこから2種類選ぶでしょ。で、果物の名前を使って樹形図書くのめんどくさいので、またね、いちご A にします。みかんが B、リンゴが C で、メロンが D にします。いいかな、これで樹形図書くよ。ちょっと見ててね。で、2種類選ぶので、じゃあ1種類目と2種類目って意味で丸を使いとくね。で、並べ方と一緒で、1つ目、最初のものを決めます。またいちごからいくよ。僕は1個いちごを選ぶんだ、丸をつけます。で、いちごを選んだら残ってるのはみかんとりんごとメロン、3つでしょ。だから枝を3つ出します。こうやって、で BCD になるでしょ。で、こんな調子でちょっと全部今回書いてみるから、ちょっと待っててね。楽な方法を取ってもいいんだけど、ちょっと一回書かせてください。蓋を外したりするのがめんどくさいね。みかんを取るって決めたら、残ってるのがいちごとりんごとメロンでしょ。だからいちごとりんごとメロン、これね、多分下まで入らないからごめん、こっち行かせてね。りんごを1個選ぶって決めました。残ってるのがいちご、みかん、メロンなので、ここも3個、いちご、みかん、メロン、そしてで、メロンを選んだら、また3つだよね。いちごと、みかんと、りんご。こうだね。で、選ぶよって。よし、右数えようぜ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。よし、じゃあ12通りって書いて、×をもらうんです、これ。こ
これ正解じゃないですね。何が違うかいくよ。ここまでは間違ってないんです。でも組み合わせ方の時はただ同じ意味のものに×をつけるのを忘れないでねって聞きました。いくよ。×をつけます。どういうことか、ちょっと想像してください。今4つの果物があります。でここ見てね、いちごとみかんです。いい、今見てくれてるみんなごめんね、いちごとみかん選んだってことにして。いちごとみかんを食べました。でここ見てください。 B と A、 これみかんといちごを選んだよね。みんなさ4種類の中から2種類選んで食べてるわけでしょ。ここいちごとみかん食べてます。ここいちごとみかん食べてる。同じじゃね、意味だ、食べてるもん同じだし。だから同じものカットします。ダメなんです、同じのがあっちゃで、やっていくと AB がまずカットでしょ。で AC がここにいるの、 CA がこれダメだし、 BC がいるから CB ももちろんダメなので、 AD がいるから DA はダメだし、どうだっけ、 BD がいるから DB もダメ、 CD がいるから DC もダメなんです。こうやってやるとね。で数えると1、2、3、4、5、6なので、答えは実は6通りなんです。これこうやって解きます。これ6通り入ってるね、大丈夫だね。で解くんです。これが組み合わせ方と並べ方の違いですね。普通に数えるだけじゃダメなんだっていう感じだから、組み合わせるからさ、同じ意味、いちごとみかんとみかんといちごはもちろん同じだから、同じものには×をつけるっていうのを最後にやってください。いいかな。でもね、×のつけ方が特徴的で、最初のやつには×つかないんだよ、こうやって。で次が1個つくん、次が2個×がつく、次が3つ×がつくっていう感じで×が増えていくね。でもめんどくさいじゃん、最後に言うから。ちょっと待ってね、最後に裏技を教えます。いくね。で次3番 ABCDE の5チームでサッカーの試合をします。どのチームも違ったチームと1回ずつ試合をするとき全部で何試合あるでしょうっていう、これ組み合わせ方で超有名な問題、試合が何試合って聞かれるやつだね。でまずね、試合をするので樹形図1個だけは書きます。ちょっと待って、ね、じゃあ対戦するチーム、じゃあこことここが対戦するからどうしようかな、また1と2にしてもいいかい。こことここが対戦、じゃあ VS にしようね、戦うっていうね。でじゃあ組み合わせ方で、最初のものを決めるっていうのは変わってないから A ってまた固定するよ。 A がまず戦うと決めます。で残ってんの4チームでしょ、だから BC、D、E ってなりますね。でこれでまた B の時書いて C の時書いてって、で最後に×つけてって、めんどくさいじゃんか。いい、ここで裏技いきます。で裏技を使うためにまずちょっと待ってね、一個大事なことがあります。それはこの問題が組み合わせ方の問題だってことに気づいてる子限定です。いい、で組み合わせ方か並べ方か、それを気づく方法は1個です。それは今1個書いたでしょ、 AB、 これは A と B が試合をするってことだよね。これをひっくり返します。 B と A、 B と A が試合をするってことと A と B が試合をするっていうことがひっくり返した時に同じ意味になるかどうかでチェックするので、この場合 A と B が試合をする、B と A が試合をするって同じ意味だよね。だから組み合わせ方になります。なので裏技発動します。いくよ裏技。でこの裏技を使うためにはまず並べ方のさ、あのこっちの問題、多分丸1の時かな、こっちの問題で楽する方法を教えました。それが1個固定して数を数えます。4でしょ、4だよね。でかけるいいよね。で最初の1個目に固定するパターンが A の時、 B の時、 C の時、 D の時、 E の時って5個あるから、
この4に5をかけます。そうすると4、5、20で楽ができるよっていうのを並べ方でやったね。で、これはまた裏技になりますけど、組み合わせ方の時これやるでしょ。やって見ててね。出てきた数字に割る2をしてください。で、10、これ答えになります。必ず。もうちょっとまた右に下がっちゃった。10通りって絶対になります。これで、こっちで確認してみようか。1個 A を固定した時が1、2、3、つまりちょっとここ空いてるからここにするよ。3だよね。で、かける最初になるパターンは A の時、 B の時、 C の時、 D の時ってあるから、まず3、4、12になる。で、一気に書いちゃうよ。これに割る2をします。で、解いてみ。3、4、12割る6、あ、割る2だから6になる。ちゃんとなるでしょ。これが学校のテストの式で書くときに許されるかどうかっていうと結構微妙なんですけど、これ中学生がやる方法だからね。でも答えを出すにはすごく楽だと思う。だから覚えときな、裏技としてね。いいかい、大丈夫ってちゃんと解いてくださいね。こうやってやります。で、今裏技教えましたけど、実はですね、もう一個簡単な方法もあって、これ A の時って4通りあるじゃんか。いくよ、ちょっと見てね。 A の時が4通り、そしたらですね、それを3、2、1、1になるまで足します。こうやって、大丈夫で、こうするとね、これも10になるんだよ。いい、もう一回言うね。最初に1個固定して普通に書くじゃん、4って。そっから4、3、2、1って1個ずつ下げたのを足してあげても答えになるんですけど、で、これなる理由はね、こっちに出てる。いくよ。組み合わせの時書くでしょ。で、A の時って3なんだよ。 B の時は2になる。 C の時1になる。だから 3+2+1 でちゃんと6になるっていうね。これは組み合わせ方の時に使ってね。いいかな、よろしくお願いします。いっぱいちょっとね、技を教えてしまったので、え、結局どれ使うのって思うと思うんだよ。で、なんでいろんなパターンを教えたかっていうと、これね、いい、今の全部のやり方先生によって違うんですよ、教えるのが。あって、この割るに教えてる先生もいたからね、学校の先生。そうで、テストの時に丸をくれる先生もいたんだよ。でも丸をくれない先生もいる。いい、だから一番はここに関しては学校の先生のやり方に従うのが一番正しいです、テストの点を取るにはね。でも答えを出すんだったらこれでいい。並び方の楽な方法を使って最後に割る2をします。いいね。で、一番大事なのは、問題を読んだ時に並べ方なのか組み合わせ方なのかをちゃんと見抜く力。いいね、そこが大事だから頑張るんだよって言ってますので、実はこの組み合わせ方、ここで勉強終わりなんだけど、もう一個だけ動画撮ります。その内容は並べ方も組み合わせ方も両方混ざってる問題です。どっち使うかを自分で読んで見抜いてください。いいかな、ぜひそれをね、マスターすればテスト100点も全然夢じゃないよね。頑張ってください。じゃあ今回もね、小学校6年生の算数組み合わせ方についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。並べ方、組み合わせ方、動画長くなってごめんね。どうしてもね、ここだけはしっかり押さえてね、伝えておきたいと思って長くなっちゃいましたけど、すいません、見ていただいてありがとうございました。それじゃね、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。